皆さん、こんにちは。今回はですね、5たす9、5たす8、5たす7、5たす6、そして14四9、14十8、14七、7、14く6といったような少し複雑な繰り上がりを絡んだ足し算、そして繰り下がりがある引き算、 そういったものをやっていきたいと思います。ではですね、まずそろばんの上にですね、5を置いてください。5は人差し指で上からちょこんでしたね。では次ですね、こちらに9を足していきたいと思います。で,ですね、えー、っとですね、以前9を足すときは、9は足せないときは何で10になるかというのを考えました。そうです、9は1で10でしたね。それではですね、1で10なんですが、まずここから1を引くということを考えます。そうすると、9は 1>, 1で10で1は何で5でしたか ?1 は4で5でしたね。そうすると、まず1を引いて、そして10を繰り上がる。というふうになります。少し難しいので、もう一度いきますね。5円になり。そしてこちらに9を出します。9は1で10でした。そして1は何で5だったかというと、1は4で5。と、そうすると、こういうふうになります。大丈夫そうでしょうか そしたらですね、次は5たす8をやっていきたいと思います。今度8は何で10だったかというと、8は2で10でしたね。そして2は何で5だったかというと、2は3で5。そうですね。そうすると、今度はこういうふうになります。もう一度いきます。大丈夫そうでしょうか。では残り2つのパターンやっていきます。今度はですね、また5に戻していただいて、今度5たす7。7はですね、 3で10でしたね。そしたら3は何で5だったかというと3は2で5でした。というとこういうふうになります。大丈夫そうでしょうか。ではラストのパターン。今度、こちらから6を足す。5足す6。そうすると6は4で10でしたね。で4は何で5だったかというと4は1で5。そうです。1で5。そして5とり、お隣に十。0こういうふうになります。大丈夫そうでしょうか。 もしかしたらですね、お父様、お母様方によってはです、ね、昔習ったやり方と少し違うかもしれません。こういうふうに、やるという方もいらっしゃるかもしれません。まあ、やり方はですね、あのおので違って構いません。ただですね、もし初めてその番をやる、学ぶという方はですね、今僕がやったやり方に合わせて進めていただくと、えー、とまあ今後ですね、まあ、レッスンを見ていく上で、まあ、おかしいとかというふうに思わないと思います。 もし違った場合でもですね、あまあ、あ、こういうやり方もあるんだというふうにですね、考えても、も思っていただければいいかなと思います。では、今度はですね、今度、繰り下がり、少し複雑な繰り下がりをやっていきたいと思います。では、まず、その場の上に14と置いていただきます。では、こちらから、では、9を引くということを考えてみましょう。まあ、残念ながら、こちら4しかないので、ここから9を引くことはできません。では、 引けないときはどうするかというと、以前やった復習ですね。引けないときは大きいところから借りる。今10があります。なので10から借りるんですが、ここで考えてみましょう。9は何で10だったかというと、9は1で10でしたね。そしたらですね、10取って1を釣り。1を釣りということは1足します。ここで1は何で5だったかという1は4で5でしたね。こういう動きになります。ちょっともう一度やっていきましょう。 こちらから9を引く。9は10取って1。そして1は4で5。で、これをスムーズにやると、こういうふうになります。大丈夫そうでしょうかでは、今度はですね、また同じく14に戻していきましょう。そしたら今度は、こちらから8を引いていきます。8は何で10だったかというと、8は2で10でしたね。そしたら10取って、そして2を足す。2は何で5だったかというと、3で5。 こういう風うになります。ではもう一度スムーズにやっていきますね。14-8。動きとしてはこうやなります。大丈夫そうでしょうかでは残り2パターンいきます。ではまた14に戻していただいて、今度はこちらから7を引くパターン。7は3で10でしたね。そしたら、3で10で今度10取って、こちらに3を足す3は2で5でしたね。という,うとこうなります。大丈夫そうでしょうか そしたら、ラストのパターンいきます。また10に戻していただいて、今度こちらから6を引くパターン。6は何で10だったかというと、6は4で10でしたね。そしたら、10取って4を釣り、そして4は何で5だったかというと、4は1で5。もう一度いきますね。14引く6は、こうなります。さて、いかがでしたでしょうか。こちらの繰り上がり、繰り下がり、特に、 小を絡んだ繰繰りりりり上がりり下が下とですのでですね、必ずこの動画を見た後にですね、しっかりと復習をしていただいて、もしわからないことがあれば、何かメッセージで、コメント欄でご質問いただければと思います。それでは次回のレッスンでお会いしましょう。さようなら。